まだそんなには感触わからないと思うんですけど、分かる程度でいいですから、ちょっと教えてもらえますか。自分の手応えとしていいと思いましたね。はい。松井選手がそんなこと言ったらかなりいいと思うんですがね、はっきり。そうですね、まあ僕はどちらかというと分かりやすくお客さんにって思ってるので、まあいいか悪いか普通かでいくと、まあいいと思いましたね。大村との相性も抜群だと思うんですが、その点どうですかね。悪くないですね、本当に。どこの練習でも悪いと思った練習がないので、特にまあここはいいかもわからないですけども、はい。で、最近のリズムどうですか。フラグ切った後のリズム的にはどうなんですかね。一応プロペラも含めて良くなかったんですけども、ここに来る前にしっかり試運転繰り返して、ペラの感触も十分つかめてるんで、それも含めて今週は、はい、いいと思います。はい、それではファンの方に最後に一言。精一杯頑張って、いい結果が出せるように頑張ります。